クロアチアとセルビアの関係は、クロアチアとセルビアとの間における国際関係である。クロアチア独立戦争を経て、両国は1996年9月に外交関係を樹立した。1918年から1991年まで、両国はユーゴスラビアの一部であった。現在、241km の国境線を抱えている。2011年のクロアチア国勢調査によると、186,633 人のセルビア系住民がクロアチアに住んでいる。2011年のセルビア国勢調査によると、57,900 人のクロアチア系住民がセルビアに住んでいる。微小ながらも、シャレングラード島、ブコバル島に関する論争を含んだ対立は今なお続いている。クロアチアはベオグラードに大使館を、スボティツァに総領事館を構えている。セルビアはザグレブに大使館を、リエカとブコバルの2カ所に総領事館を構えている。1941年4月、ユーゴスラビア王国はドイツとイタリアに占領された。第二次大戦中、今日のクロアチアに相当する地域は、親スージク国のウスタシャ運動に支配されていた。この運動は、いわゆるクロアチア独立国と呼ばれていた支配地域から、セルビア人、ユダヤ人、ロマ人などを民族浄化しようと考えて、ジェノサイドを強行した。サイモン・ウィーゼンタールセンターの推計では、痩せの罰強制収容所だけで少なくとも10万人のセルビア人、ユダヤ人、ロマ人、反ファシズムのクロアチア人などが殺害されたという。ヨシップ・ブロズ・チトを率いるパルチザンが戦勝したことによって、クロアチアの民族主義団体ウスタシャとセルビアの民族主義団体チェトニックが、いずれも駆逐され、両国はユーゴスラビア社会主義連邦共和国の一部となった。1991年から1995年にかけての期間は、クロアチア独立戦争として位置づけられる。クロアチア在住のセルビア系住民のために建国された自称ウクライナセルビア人共和国が1991年から1992年にかけてセルビアとモンテネグロからなるユーゴスラビア連邦軍の残党に占領されてユーゴスラビア連邦共和国による軍事援助を通じて支援を受けた。クロアチア軍と対峙するウクライナセルビア人共和国に対してユーゴスラビア連邦政府が支援した理由は旧ユーゴスラビア地域におけるセルビア人勢力の現状維持を統一したまま保つことが共通の利益となるためであり、当時存続していたユーゴスラビア国家として留め置くため、あるいはベオグラード政府に対しての代理人役を果たす衛星国とするためであった。2008年3月19日、クロアチアは独立した主権のある共和国としてコソボを承認した。ありがとうございます。